ゃこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、まずは、まあ、3連戦を振り返る前に、はいね、まあ、マジック10になりましたと。そうです、ね、いうことと、そのチームが今日このカラーはヤクルトのカラーですか。ヤクルトのカラーなんだよ、はい、ね、55号おめでとうということで、はい、まあ、村上の歴史的な一発を中継をやりながら見てましたよ、うん、豊さん生で見ましたね。そうだね。どうでしたか。まず54号をもちろん打つんだけども、はい、菅野からね、うん、ホームラン打ててなかったんだよね、まだ。うん、それでインハイにちょっと釣り玉を、まあ、初球から持っていったんだけど、はい、それをものの見事に打ち返したね、うん、まあ多少読んでたような、まあ、インサイドの速いボールっていうのを少し読んでたような感じのバッティングだったんだけども、うん、まあ見事な飛距離と、うん、もう爆発音がするね、うん、バットから、まあ、素晴らしい。そうそう、まあ、素晴らしいのと、で55号は大勢から打つんだけども、はい、大勢はやっぱちょっとシュート回転するんで、うん、反対方向に狙ってた節があるね。うん、だから外のいっぱいのボールだけどもさ、うん、あれを簡単に放り込むからね、反対方向に。もう本当多分54号が出た後、うん、55号みんな期待してたと思うんですけど、うん、まあ中継で言ったのよ、うん、カード頭、まあ巨人とは1試合しかなかったけども、はい、カードが変わってその頭に村上って今年打ってるんだよね。うん、名刺代わりの一発をこのカード頭に打つという。なるほど。だからカード頭に今日はホームランが出ますよっていうようなことを言ってたんだけどさ、はい、まさか2本出るとはね。でまさか55号を見れるとは思わなかったね。もうあの私あの中継を見てましたけど、うん、言葉がないっていう状況になりますね。まあなるし、うん、中継やってると、うん、やっぱその言葉で汚したくなかったというかね、もうそういうような、うん、ダイヤモンド一周してくる間やっぱこう黙ってたというね。わかります。まあ、みんなその映像を見てるだけでいろいろと心にグッとくるものがあって、そうだね、で、うん、真中が口を切って一緒に解説やってたんだけど、はい、もういいですかみたいなことで喋り出したんだけどさ、まだだよみたいな話でしたね。そうそうそう。まあだけど本当に見事だし、うん、まあ期待されるのはあと5本って書いてあるけども、うん、60本ね、はい、でこの60本に到達するには、うん、残り試合3試合に1本ペースでいけば、うん、60本に到達するんだよね。なるほど。でも今年村上のホームランは3試合に1発というよりももっと短いスパンでホームランを打ってるから、はい、十分あの60本というね可能性があるということ。うん、まあ夢があるね。本当ですね。でヤクルトが負けてて、まあ本当に9対いくつだったかな、点の取られ方も悪かったしね、うん、はい、だからもうお客さん帰るかなと思ったらやっぱ村上に回ってくるの待ってんだね、みんな。うん、誰一人って言って帰らないんだよ。で、まあ湯浅がいらして、そう、回ってこないかなっていう可能性もあったんだよね、ね、ゲッツ打ったらね、うん、だけどそれ、まあ、エラーがあって村上回るんだけども、うん、はい、その待ってたお客さんの期待にしっかり応えたというね。いやー素晴らしいですよね。すごい。だから村上が試合前にライト方向からグラウンド入ってくるんだけども、村上だけだよね拍手をもらえるのは。うん、いやすごいよ、やっぱ今スターというか大スターになってる。で帰る時もみんな拍手で送る。まあこれは打ったしね。だけど試合負けて55号こうやって看板、あの看板というかさ、ボールをパネルをもらってね、はい、上げた時は笑おうかなと思ったらやっぱ微動だにしないんだよね、うん、やっぱ試合が負けてるという ね、 かったですね。まあああいう姿っていうのはやっぱ村上の真骨頂というかさ、うん、まあ素敵な部分かなっていうふうに見たけどもね。うん、まあなんていうのかな、55本すんなりクリアしていったから、まあ60本俺は行くような気がするね。なんかこう今の村上選手を見てると、うん、どのピッチャーに対してでも、うん、この人は苦手とかこの球種は嫌だっていうのを感じさせないというか、いや関係ない、何が来てもそうホームラン打ってしまう、まともにこう、うん、勝負してもらえたら必ずホームランが出てくる、まあね、っていうような感じがしてますけど、だから内心はさ、やっぱ高梨みたいなピッチャー嫌だと思うんだよ、巨人の。だけどそれをなんとかしようとする姿っていうのもね、うん、まあ面白いよね。ね、もう本当どちらもあの投げるピッチャーも村上選手に対してはもう全く違う意気込みで投げてるっていうのを感じますし、まあそれとやっぱ疲れるだろうね。うん、
まあ、一球一球がやっぱ慎重だもん。だからまあ疲れるとは思うけども、はい、まあ、その後ピンチを迎えるんだよね、やっぱり村上を超えた後に。そうなんですよね。まあその気持ちもわかるしね。でも偉大なバッターが育ったね。はい、この、はい、このシーズンですごいことになりましたね。はい、ということで、はい、はい、まずはセリーグからね。ちょっと変則でさ、対戦相手が違うんだよ、はい、で月曜日試合があって、まあ、ヤクルトと DeNA があり、巨人とヤクルトがあったという、うん、まあ、そこで連敗をするんだけどもさ、はい、まあ、マジックは順調に減らしたという、そういうことですね、これは横浜が負けたということだよね。で1戦目気になったのが、うん、中村のリードがちょっと淡白だったんだよね、はい、で横浜打線に4回に捕まるんだけどもさ、はい、まあ、今永、桑原、楠本って全部ファーストストライク、うん、それも初球が2人に、うん、ワンボールから次のストライクをこうタイムリー打たれるという、非常にこう淡白さが目立ったんだよね。で中村ってそういうリードしないだろうなと思ってたのが、はい、やっぱちょっと集中力を変えたっていうかさ、まあ、ピッチャーの腹ジュリの出来もあったんだろうけども、はい、なんか少し淡白に見えたっていうのがちょっと気になったね。でも DeNA の方は初回にね、はい、桑原がダイビングキャッチをして、うん、すごいファインプレーでしたね。そうだね。だからなんていうの、もう諦めるというかさ、うん、まあ諦めることはないにしても、ちょっとモチベーションの時にどうかなっていうふうに思ってたら、うん、まあ初回先頭バッター塩見の当たりをねダイビングキャッチ、うん、まああの姿を見た時に、ああまだまだいけるって、まだまだ諦めんなって、うん、まあ、こっちが思わされたというか、うん、だから非常にいいファインプレーだったなと思ってね、はい、まあ、そういうファインプレーがこの試合を引き締めたし、うん、DeNA に勝ちをもたらしたというね、はい、まあ、今永もう7回を1失点、うん、非常に安定した投球を見せてくれたという、はいはい、もう今永投手はバッティングでもね活躍そうだ、ね、しましたし、いや本当本当、はい、ね、まあ、そういう1試合と、はい、まあ、巨人で、巨人はねすごく良くなってきてるんだよね。まあ丸も良くなってきてる、うん、な中田翔もいい、はい、この試合ヤクルト戦で岡本が2本ホームラン打つとか、うんうん、ウォーカーも打ったな、うん、そういうこととか、うん、だから非常に打線が触れてきてるんだよね、はい、だから非常に怖い存在に、うん、まあ、なってきた、まあ、巨人らしい姿になってきたというね、うんうんうん、まあ、そんな感じがするこのヤクルトとの試合だったけどもね、はい、まあ、それに連敗をした、うん、ね、少し疲れが出てきてるのかなという。でファームにコロナの感染者が出てるから、ね、これが1軍の方に上がってこないようにしとかないとね、うんうんうん、やっぱり今コロナになったらマジック10と言ってもちょっと心配だよね。そうですね、うん、まああのね、あの投手とか1軍2軍で行き来があったりすることもあるので、そうそうそう、すごく心配ですね。そうだね、うん、で DeNA、まあ、2勝1敗、はい、3試合を勝ち越したんだけども、はい、まああのヤクルトにね、さっき言ったマジックが出て、うん、まあ、モチベーション下がるかなと思ったら桑原のね、うん、ダイビングキャッチやそういうことがあり、まあ畳みかけるような攻撃もあり勝った、はい、で中日戦、うん、あとの2つはね、はい、高橋宏斗が、うん、ものすごいやっぱりいいピッチャーになってきてんな、うん、1安打、はい、1対0で勝つというね、うん、でそれも関根がツーベース打ったのかな、それで佐野がもうなんとか進塁打を打ったんだよ、うん、でワンアウトサードで牧を申告敬遠、はい、で宮崎との勝負、うん、で宮崎との勝負っていうのはやっぱゲッツーも取れる可能性もあるしっていうことで、はい、多分歩かしたと思うし、はい、牧とあの比べた時に宮崎、うん、牧の方が状態いいんだよ、はい、で宮崎がちょっと状態を落としてるから、はい、ちょっと心配だったんだけども、うん、まあサードゴロ、はい、ちょっと三塁線寄りのね、はい、阿部がなんで迷ったのかね、うん、もうなんかちょっと不可解なプレーにちょっと見えてしまいましたね。いや、そうそうそう、うん、だからホームにすんなり投げるのか、うん、それともあの辺りだったら宮崎の足を考えたらゲッツー取りに行くのか、うんうん、両方選択ができたと思うんだけど、うん、その両方できたからちょっと迷ったのかなって。そうですね、うん、で慌ててね、うん、ホームに放ったけどもさ、それはもう時すでに遅し、うん、その1対0を1安打で勝ったという。そうですよ、うん、その1点ですもんね。そうだね、うん、だから高橋宏斗は勝たしてやらないとさ、やっぱエースになれる子だし、だからもったいない中日は試合を落としたなって。でも、うん、DeNA の方は、はい、佐野のあの必死な右打ち、うん、あれはなんかすごく印象に残ったし、うん、あだから DeNA で戦う姿、うん、まあ1安打でも勝てばねいいわけだから、今は内容よりもね、はい、うん、だから非常にいいゲームを
見せてもらったなっていうね、うん、まあ、そんな感じがしたよね、はい。まあ、その中で試合に投げたのがガゼルマン、はい、いいんだよね。ガゼルマン7回3安打、はい、無失点に抑えたという、はい、一勝で、まあ、うん、はい、確かにまあ中日の方もデータがなかったといえばそれまでなんだけども、はい、まあ、しっかり投げてたね。だから上茶谷に次いで先発ピッチャーのね、はい、厚みが出たというね、まあ、そういう試合でもあったよね、はい。で3戦目、ロメロが持ちきれなかったね。でちょっとね、いいピッチャーに当たったら次の試合からちょっとバッティングを崩すっていう傾向があるんだよね。だから高橋宏斗に完全にやられたかなっていうね。だからバッティングちょっとおかしくなってるかなっていう。打線がね、まあ打つのは打ったんだけども、はい、7安打ですもんね、うん、だけど繋がらないというね、まあそういう状態に陥ったし、はい、まあその1点でも後半勝負になってくると、まあ中日の中継ぎ陣っていいからね、はい、点が取れず負けたけどもね、うん、だけどちょっとバッティングをねちょっと立て直してほしいなっていうふうに思う。はい、はい。で阪神2勝1敗ね、はい。で中日戦、はい、まず1試合目が中日と、中日戦、はい。で残りの後ろ2試合が広島ですね。そうだね、はい。才木と柳の投げ合いね、はい、結果から言うと柳がゲームを作れないというね、うんうん、まあ、そういうことだったんだけども、その試合の中で、うん、マルテとロハスジュニア、はい、ロハスジュニアがホームラン、うん、マルテがタイムリーヒットという、はい、まあ、代打が成功したというね、うん、まあ両監督陣がこういう働きをしてくれるとものすごく層は厚くなるしね、はい、うん、あとは中継ぎ陣がピシッと抑えるというね、うん、まあいい試合をやったと思いますよ、はい。で阪神広島、はい、ね、次は広島、うん、で青柳と栗、いや青柳がね6回5失点、うん、で打たれたのが、まあ、小園、はい、磯村、うん、初期という、はい、で磯村初期というのはさ、ちょっとまあ、失礼ながら脇役というかね、うん、まあ、そういう選手に青柳が打たれるというね、うん、で青柳がここのとこちょっと勝てないという状況に陥っているという ね、うん、だからちょっとこれ苦しいかなっていうような、うんうん、まあ、そんな感じが受けるよね、はい。で3戦目、はい、伊藤と森下、はい、まあ、両方とも点を取られながらなんだけどもさ、うん、広島の方は、はい、ノーアウト三塁が点にならずとかさ、うん、ちょっと石膏が続いたよね、うん、この試合も13本ヒットは打ってるんですけど、うん、広島そうなんだよ、うん、だからちょっともったいないよね、うん、広島の方はね。でも阪神の方は犠牲フライ打ち上げるところはきっちり打ち上げてたというね、うん、だから犠牲フライの点数っていうのがすごく目立ったんだけども、うん、まあでも接戦をね、うん、まあでも広島も必死だな、ね、やっぱね、うん、広島も必死だし阪神もね、うん、逃げるのに必死だしさ、だから本当に佳境というか、うん、まあそんな感じがしたよね、はい、はい。で広島は2試合だったんだけど、はい、今まあ阪神とね、うん、のところで話したようにね、うんうんうん、まあ広島の方はやっぱ秋山が抜けてるっていうのがさ、やっぱ頼りにしてたからね、うん、で非常に状態も良かっただけにさ、はい、だからちょっと体調不良になったっていうのがね、うん、ちょっと不運なことだけどもさ、はい、このタイミングはちょっと厳しいですかね。そうだね、うん、でもよく一勝一敗になったという ね、 うね、だけど状態はね、うん、またキープしてる、うん、ただ森下がやられたっていうのは、はい、まあ、2試合連続完封とかさいろんなことやりながら多少、はい、疲れが出てきてるね、まあ、ここ踏ん張りどころだわ、うんうん、はい、なるほど。でジャイアンツ、はい、まあ、ヤクルトに勝ったけどもさ、うん、まあ、その中で、まあ、目立ったのが、はい、まあ、岡本の2本のホームラン、うん、で中田のピッチャー交代変わりっぱなの初球スライダーをスリーラン打つとか、うん、はい、ウォーカーがバックスクリーン越えるホームラン打つとか、うん、まあ、丸がタイムリー打つとか、はい、すごく目立ったんだけど、うん、まあ、その中で一番目立ったのは村上が打たなかったら、うん、おそらく新聞の一面を飾ったのが湯浅という選手だったかもからないよね。あ、二刀三刀という ね、 そうですね、うん、だからそういう足技も増田がね、うん、足といえばスペシャリストでいるんだけども、はい、まあ、湯浅っていうのもね、うんうん、非常にああいい足してんなと思わせるような、うんうん、まあ、そういう活躍ができたし、うんうん、
ね、非常にいいなっていうね、はい、ただちょっと心配なのが菅野は良くなったんだけども、はい、大勢がちょっと打たれるね。そうですね、うん、だから接戦で使えるかなっていうような、うん、で原監督もその試合で無理して点差があるから使わなくても良かったんだけど、はい、このヤクルト戦の前に打たれてんだよね、うん、だからいいイメージを作らせてあげようと思っておそらく登板させたんだと思うんだよ。あえてね、うんうん、だけど村上にホームランを打たれる形になりちょっと疲労だけが残ったのかなっていう、うん、その体制がちょっと心配なんだよね。なるほど。で全体的なチームの状態が上がってきてるだけに、うん、大勢に繋いだ時にちょっと不安が残ったね。これはもうこのなんていうんですかねパターンっていうのは変えるっていうのは難しい、うん、いや変えないよね、うん、変えないし大勢が疲れてても変えるピッチャーはいない今、うんうん、だから大勢に頼るしかない。なるほど、うん、だから大勢頑張れというね、はい、はい。で中日、はいね、中日はまあこうずらっと言っていった通りに、うん、まあ高橋宏斗、うん、もう勝たせてあげなきゃいけないし、うん、やっぱ柳が昨年あれだけいいピッチングをね、うん、見せてくれたピッチャーが今年はちょっとね、うん、振るわないという、まあ打てないから振るわないのか、うん、まあ高橋宏斗もね、もう10勝ぐらいの内容だよ、うん、しててもいいぐらいの。今やっと5勝ですもんね。そうなんだ、うん、いやだからまあそれ考えるとちょっと高橋宏斗かわいそうだなっていうね。そうです、うん、1安打で負けてしまうというのがなかなか厳しいですよね。なかなかないし、まあ援護点がおそらく2点ないんじゃないかなと思って、うん、だから高橋宏斗をもっとね大事に育てるという、うん、まあ、打つしかないんだけどもさ、はい、まあ、勝ち投手にしてあげるということが、まあ、これからの課題かな中日はね。うーん、なるほど、はい、ということで、はい、まあ、セ・リーグでした、はい、ね、で続いて、はい、パ・リーグいきます、はい、パ・リーグいきます。パ・リーグはこうなりました。はい、はい、一応パ・リーグの方は同カードで3試合で楽天オリックスは2試合だったということですね。そうだね、はい、はい、でソフトバンクが3連勝楽天が1勝で1分け、はい、ロッテと日本ハムはロッテが2勝1敗の勝ち越しということですね、はい、まず東山とエンスが投げ合うんだよね、うんうん、ここに来てね思うのはちょっと西武の投手陣が疲れてんね、うん、投手陣が、うん、このカードの前に打線が全く打てなかったのよ。うん、で日本ハムとやった時も、はい、で打てなくて苦しんでたけども、うん、まあ、山川がホームラン打ったりだとか、そうですね、うん、いろいろして打線は上向きになってるんだけど、はい、これもう全体的に話をするよ、はい、ね、高橋光成が勝てない、うん、隅田が初回に5点取られるとか、うん、なんか投手陣がちょっと崩壊気味なんだよね、うん、でその中ですごく目立つのが昨年までフォアボールを連発して打たれるという、うん、そういうケースがあったんだけど昨年は、はい、で今年はねそういうことがなかったんだけど、はい、ここに来てあるんだよ。うん、なんか嫌な流れというか嫌な流れ、はい、でバッティングの方はちょっと上向きになってきてるだけに、うん、ちょっとピッチャーが頑張ったら勝てるから、はい、まあ諦めないでやってほしいなというね、え今踏ん張りどころですかね、うん、そうだね、はい、でねソフトバンクの方はやっぱり試合巧者だな、うんうん、デスパイネがここのとこいいし、はい、マサキというルーキーもいいし、はい、で今宮っていうのも頑張るしね、うんうん、まあ三森もいいんだよね、はい、だからここに来てやっぱこう経験値というか、まあ、西武もね、うん、優勝したりとかしてるから経験値がないことはないんだけども、はい、まあここに来てなんかちょっと西武の失速が目立ち、うん、まあ、決してソフトバンクがいいかっていうと、まあ、普通に戦ってるだけなんだけども、うん、でもデスパイネがね勝負どころで打つとか、うん、やっぱこう主軸がしっかりした活躍をし、うん、まあ今宮もそうだよね、うん、でも正木とか三森だとか、うん、そういう、まあ、周東だとか、うん、脇を固めてる人間たちもそれにつられて活躍をするという、はい、だから非常にいいソフトバンクの方は3連戦だったし、うん、なんか西武ライオンズはもう本当に心配になるような3連戦だったよね、うん、いや負け方でも接戦であと1本出たらこっちが勝ってたのにっていう試合じゃないんで、そうですね、うん、やっぱフォアボールが多いし、うん、だからもう一度こうちょっとミーティングをして、うん、
ちょっと頑張ってほしいなっていうふうには思ったよね。はい、この3連敗でうまく切り替えて、まあそうだね、次に出たらいいですけどね。で、楽天対オリックス、はい、ね、まあ一勝一分け、うん、で初戦にやっぱミスが出るんだよね、はい、オリックスの方が、うん、まあそれをきっかけにガタガタっとくるんだけども、うん、まあその中で則本が勝ったりだとかね、うん、まあいろいろしたから、はい、久しぶりにね則本が気持ちを見せたような、そんな投球をしたよね。だ今まで体調が悪かったとかいろんなことがあったと思うんだけども、はい、だけどこのオリックス戦投げた時にやっぱ吠えまくってたね。でも気持ちでやっぱこう投げる投手だけに、はい、ああいう気が出てくるといいね。うん、だから非常にあのミスを誘いながら、うん、楽天がねオリックスの、まあ、それでまあ一勝したと、はい、で引き分けたのはね田島が引き分けたんだよ、うんうん、でね田島はね楽天戦をものすごいカモにしてたんだよ、はい、で楽天戦でこう勝ち星を重ねるというかね、うん、まあそういうピッチャーだったんだけども、はい、浅村のスリーランが効いたね。うん、結局3対3浅村のスリーランと吉田のソロと吉田のツーラン、そうですね、うん、はい、もうそれでしか点が入ってないんだけどさ、うんうん、だけど田島で勝てなかったっていうのはオリックスは痛かったね。なるほど、うん、だからやっぱこう楽天もそういう意味では、うん、勝負どころに来て、うん、ちょっと気を吐き出したなっていうね、はい、まあそんな感じがしました。はい、はい、この試合の楽天の先発は早川投手。あ、そうなんだよ。はい、早川な、早川が勝てないの、勝てないんだよね。え、ね、だからこうね、うん、引き分けということにはなりましたが、そう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 、なかなかね勝ちが、うん、まあ同じようなミスをするね。うん、吉田に投じた球も、はい、本当にね同じような球を2本ホームラン打たれてるんだよね。だからもったいないっちゃもったいなかったけどもね。うん、なるほど、はい、はい、でロッテ対日本ハム、はい、ね、なんていうかな、日本ハムの清宮、はい、2本ホームラン、そうです、もうね、ね、うん、ここに来てポンポンと、そうそうそう、連続で、そうそう、はい、まあ噂が勝ったとか、うん、とかね、はい、まあそういうことはあるにしても、はい、なんていうんだろうな、なんかこう喋るにしてもさ、うん、まあ鈴木がいいピッチングをしたよね、うんうんうん、で佐々木朗希が勝ったという、はい、だからまだゲーム差とすれば、うん、A クラスっていう形は残ってるんだけどもさ、はい、まあなかなかね。こうちょっと足取りが重いなっていうような感じもするし、だからまあその佐々木朗希が勝ったのは朗報だし、うん、あと1勝で10勝かな。そうですね、初めての2桁ね、9勝なのでね、はいはい、はい、ただ石川が炎上したというね、うん、噂と投げ合って、はい、だからまあ噂が勝ち、まあその2試合目に清宮が2本のホームランを打つとかね、はい、うん、もっと良くなるけどね清宮はね、うん、はい、こうちょっと波ありますね。波ありすぎるよ、うん、ね、打つときはもうポンポンってこう、そう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 、2打席打ってっていうことですが、うん、ね、はい、はい、ということでパ・リーグの方は、うん、勝ってほしい投手がっていうのは誰だと思いますか。今の話だと西武の隅田投手、うん、そうなんだよな、ね、うん、10敗になってしまいましたね。そうそう、やっぱね辻監督もねある程度計算に入れてると思うんだよ、はい、隅田が、まあ、こんなに1勝しかできないっていうことは計算外だったと思うんだよね、うん、やっぱ10勝はしなくてもさ7、8勝ぐらいはしてくれるかなっていう、うん、そのぐらいに思ってたと思うんだよ、はい、まあ、初め1勝した時なんかこの子は10勝するなと思ったと思うんだけど、うん、まあ、だけどその1勝から勝ててないという10連敗ということになってしまいましたね。そうだよね。で中継ぎに入れて先発に戻したんだけど、うん、そうですね、まあ、そこからも結果が出てないということをね、うん、ちょっと辛いなっていう感じがするよね。そうですね、うん、で楽天が浮上するには、はい、やっぱ早川が勝っていかないと、うん、これは結構このシーズン通してそういう話はちょこちょこ聞きます。そうだよね、うん、だから早川が勝てないとちょっと苦しくなるよという感じがするよね、うん、だから勝ってほしい投手がっていうのはもう早川であり隅田でありというね、はい、で四球ミスが命取り、うん、ね、オリックスがミスをして、うん、はい、ね、野手同士がぶつかったりだとか、はい、ね、送球がそれて、ね、点々とする間に次の塁を狙われたとか、うん、まあ、そういうことがあるとやっぱり命取りになりますよということだよね。はい、はい、
ということで、うん、まあパ・リーグの話でした。はい、はい、ということで順位表どうなりましたでしょうか。ね、はい、ジャンとジャンと、これちょっと入れ替わりありましたね。まずセ・リーグは、巨人・広島が入れ替わりまして、うん、そうだね、ここね、はい、ヤクルトのマジックが1つ減って10、はい、で DeNA ゲーム差6、うん、で5で、その下がね、うん、ちょっとまだ均衡してますが、まあそうだね、だからまあ広島までちょっとわからないけども、うん、はい、なんか頑張るね、阪神も、うんうん、まあ阪神は頑張ると思うし、まあ、DeNA もね、うん、まだまだっていうような ね、 うでね、形で向かっていってるし、だからあの、はい、戦ってる姿はすごくどの球団もいいよね、うんうん、まあね、2連敗してしまいましたが、ヤクルトは、それでもマジックは減るという、うん、まあ、はい、でもさ、DeNA もさ、なんていうの、この過密日程で残り試合を考えると、5つぐらい負けるよね、うん、あの5つぐらいは負けるし、ヤクルトは5つぐらい勝つよね、うん、もうそうなったらもうゼロになっちゃうんだよね。なんとかそこがね、一つずつでも違えばっていうことですか。まあまあそうだね、そんなそうだね、はい、まあ、だけどまあこのセ・リーグはこういう風な順位、はい、でパ・リーグの方はものすごく動きがありました。そうですね、覚えてる ?0-0 だったのが、そうですよ、1位というか上位3チームがゲーム差なしで、そうなってました、今のこのソフトバンク、オリックス、西武が、だから怖いな、直接対決で3連敗すると、しかも一気に3ゲームだもん。そうですよ、で西武は後ろを見ると 0.5 ゲーム差に楽天がおります。でね、いつからだったかな、楽天対西武か、西武対楽天が4連戦があるんだよね、はい、うん、今日からじゃないけどもね、はい、うん、だけどやっぱこう直接対決が残ってるだけに、うん、まあソフトバンクがちょっと頭一つ抜けたような感じではあるけども、はい、だけどまだまだ分からないということだよね、はい、次、楽天とソフトバンクが次当たりますので、うんうん、そこでもちょっと動きがあるかもしれない。まあもちろん ね、 ね、そしてその後がさっき言っていた西武と楽天が当たりますので、うんうん、そうだね、そのあたりもこれは目が離せないですね。そうそうそう、その西武楽天やってる時にオリックスソフトバンクやってますので、まあそうだな、だから大変だだからまあロッテも先ほどちょっと軽くしか触れてないけども、うん、まあ、チャンスは残されてんだよね。そうですね、うん、だけどちょっとロッテはちょっと厳しいかな、うん、またロッテと日ハムというカードがすぐ来ますけど、うん、はい、ね、うん、まあまあこういう風になりましたけども、危機的状況、はい、西武です。西武ですか ね、 ね、気がついたらね、そうそう、4位までのゲーム差がないので、そうなんだよ、だけどまあこのゲーム差を見ると、うん、まだ首位までいけるからね、まあそうですね、うん、だからまだまだ諦める数字ではないし、はい、今後の展開見逃せないということで、ね、はい、はい、まあそういうことでした、はい、はい。